じゃあ3つ目のキーワードいきましょう。働くことと生きること。ずっと話を聞いてますと、中野さんが本当にこう学生時代も、ね、働いてからも本当にこうまっしぐらというか、うん、一生懸命で、うん、体壊しちゃうのも気がつかないかっていうのも、本当にもう分かりやすいエピソードだと思うんですけど、ね、本当にこうそういうまっすぐなあの中野さんを見てですね、お仕事に対してね、まあ、生きていく家庭とお給料のために働いて、で自分の生きがいとか、またその他にプライベートで見つけていく人とかもいるじゃないですか、まあ、いろんな仕事に対しての思いってあると思うんですけど、私はそのプライベートで自分の生きがいには 100% できないですね。この間5人目の孫が生まれて、5人目おめでとうございます、はい、年内に7人になった予定なんですけど、すごいな。で3人の娘がいて、はい、夫も1人いて、可愛い娘ですし可愛い孫ですけれども、はい、それが生きがいには絶対ならない。はあ、はい。PTA もやりましたけど、それで学んだこともいっぱいありましたけど、それも生きがいには無理。で自分の中でやっぱりすごい一番達成感があるのは多分仕事、はい、なんでしょうね、はい、うん、看護婦でそんなに燃えたのもその看護婦という仕事ですし、で体を壊して今のうちの会社に入って新しく仕事を覚えた時も一生懸命仕事はしましたけれど、はい、今思うと一生懸命はしたけれども心の底からこう頑張ってもいるんだけど、多分燃えないもの、責任感でどんどんやっていく、責任感でやってるものと、そうですね、わかるわかる、責任感でやっているものと、はい、そうじゃなくて自分がわっと燃えてやるものっていうのはやっぱりあって、はい、ありますね。でさっきの話にちょっと戻ると、バブルも崩壊して、はい、会社が新しい仕事を立ち上げなきゃならなくって、今までの自分の役割では、会社はダメなんだとなった時に自分が何かをして変わっていかなきゃならなくなって、いろんな世界に入っていくわけですね。まあ、その中でリフォームを考えて女性たちの会も作りましたけれども、はい、今はまたちょっと同じ経営者の女性の方たちと一緒に6業種10人でうちネットっていう家に関わる、リフォーム新築を主軸にしながら、不動産もそれからインテリアコーディネートも行政書士さんも、こういろんな業種が、家って人が生きていることとこう関わってるので、はい、いろんな人たちの力が必要なんですけど、そういうのをネットワークを組んでやろうっていうのを始めたり、小樽にある古い家を、小樽に住みたいっていう方を探して、はい、で見かけはそのまんまにして、中はでも耐震性も高めて、素敵に変えて住み直すっていう活動も始めてるんですけど、はい、なんかそういう新しいことを始めることが楽しいんですね。なかなかいい収入にはならなかったり、はい、難しいこともやっぱりいっぱいありますけど、新しいことを始めるのがすごい燃えるんですね。それってすごい責任感だけでやっている、責任感もあるけど、はい、それだけじゃない何かって人が動くときは重要で、私の中ではやっぱりそれが仕事であるっていう、新しいものを作っていくっていう仕事のことと生きるということが一緒にならないと元気になれない、未来が見えない、未来を語っていい年かっていうこともありますけど、でもそれはね、ありますよね。ちょっと私よりちょっと年上のその先輩である中野さんがですね、そういうこれからの自分の人生とか仕事とかっていうのを語るのは、とっても私世代からは勇気をもらうといいますか、そうだよなって、きっとこれからもずっとそういうふうに、今はそういうふうに思ってることが、多分これから先もずっとそう思ってるんだろうなっていう、こうなんか心構えになりますね。そうですね、勇気をもらえますね。ほら見て、こんな爪とか綺麗にして ね本当に生まれて初めてネイルして、いやもうとってもキラキラ、もうジェルネイルの
爪をいじるとホルモンバランスがすごい良くなるんですよ。だから女性が爪を、はい、あのこうお手入れするのは、とってもいいことだっていうのを本で読んで、それで97歳の笹本さんという方の、笹本つね子さんという、はい、カメラマン、日本で初めての報道カメラマンでしょ。その方も、はい、未だに97歳でもマニキュアを塗ってらっしゃると、ね、うん、いやもう全然構わないことを売りにしてたんですけど、身を構わない中野さんがね私が、でも、あの違うんだと、はい、やっぱりお手入れしたりおしゃれをしたり、はい、髪の毛もいつも綺麗にしてるとか、うん、それが自分をこう高めていくんだっていうのをやっぱり学んで、うん、それでネイルを入れなくてね、うん、お店の前でずーっと見てたら中から店員さんが出てきて、可愛いですよ、どうされましたって言われて、どんなもんですかねって言って、初ネイルを、ね、初ネイルをしたんですけど、あのやっぱり嬉しいし、うん、これすごいですね、お米も研げるんですね、うんうん、今のね、本当かえって爪丈夫になるんですね、あの時々密かにこう見て、はい、ちょっといいかなっ て、 いいっていう、そう、これが大事なのかなと、うん、お似合いだと思います、持っております。であれですよ、あの私も思うんですけどね、周りでもこうぼちぼちちょっとやっぱりちょっと年上のお友達がですね、あの孫の話を今みたいに中野さんみたいにされるんですけど、今時ですね、あの本当に孫が生まれたからって家でね孫の面倒を見てて娘に働きに行っておいでっていう人いないですね。おじあの孫が生まれた世代の方がですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんっていう言い方も失礼なぐらいアクティブ で、うん、で、そうですね、もっともっと今またここから先自分はどういうふうにしていこうかっていうことで、皆さんこう考えてるんです。逆にそれを節目にね、さあじゃあここから孫でも生まれたし、もうここからじゃあ私どうしようかっていうような感じのことを皆さんおっしゃってるんで、ということはあの今30代40代の若い方たちもそういうふうなきっと自分になってるだろうって心構えをというか準備をしとかないと、隠居なんか全然ですね。そうですね、もっともっと自分でと思いますね。そうです、うん、終点がないっていうか、ずっとずっと歩いていくっていう、なそのスピードが少し衰えたり、はい、見方が変わったりはあるかもしれないけれども、で段階の世代の次なんですけど、私の世代は、うん、でももうすでに自分たちの生き方をちゃんと考えようという世代に入ってきているから、はい、やっぱりそれは定年があったとしても、うん、次にどんな風な生き方をしていこうとか、そう今は死ぬ時までを自分で計画できる時代になってきてますので、うん、はい、家も子供たちが全部出てっていなくなっちゃって、この家を売って、うん、サービス付きの高齢者専門、うん、専用アパートに行くのかという選択をして、うん、2人で地域の中でどんな風に暮らそうかっていうのを考えるのも一つだし、はい、家をそのまんまにして手入れをしながら家の中でその町内会と一緒になって生きていこうって考えるのもありだし、そうじゃなくてずっと仕事をなんだかんだしながら仕事仲間と付き合って人生を終わろうとするのもこう選択できる、そうですね、時代に入ってきているのかなって思いますね。そうですね、なんか学びとあとネットワークと、ね、うん、そうですね、はい、そういったものをこう自分とどうやってこうフィットさせていくのかっていうことをきっとこれからも、うん、探しながら、何しろこういつもこう燃えてないと前に進めないそう燃えてないとダメだから、楽しいことはいいことじゃないですか、そうですよね、楽しいワクワクするこれからをやっぱり自分で切り開いていくっていうんですかね、人からもらうもんじゃないですもんね、ワクワクした未来って、ね、そう自分でこう切り開いていかないと、自分でワクワクしない限りはワクワクできない、そうなんですよ、ですよね、わかります。それは、ワクワク感を持って、さっき笹本さん97歳のカメラマンの方が出ましたけど、はい、やっぱり何か始めるのに年でこれで終わりって自分でストップをかけないで未来に向かって、はい、行くっていうのはワクワクしますよ。そうですね、
そこのまたちょっとあの一面になるのかなと、あのリフォームを考える女性たちの会も ね、あの女性ばっかりで本当にこう、こんなことも知らないのっていうようなことでもあの気兼ねなく聞けるっていう聞きやすさがございますので、じゃあ一つ最後に宣伝を、7月19日、カデルで朝の10時から、115室1階なんですけども、うん、今回はですね、作業療法士の先生、女性の先生をお呼びして、作業療法士のプロが考える台所で美しく置いていくために、いかに元気はつらつのまま家事労働ができるかということを作業療法士の先生いいですね、お話をしてもらいますので、ちょっと違ったキッチンの考え方になるかなと思います。お問い合わせ下に貼っときますので、ご覧いただければと思います。はい。はい、今日のゲストは保証セミナリー専務取締役の中野睦美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。